さあ本日のロケはスペシャルゲストの方が来ていただいてるそうなんですけども、ガチで知らない、僕ら何も聞いてません。はい、どなたなんでしょうか。これで木音とかとか切れるよ。おいなんて言わばいいごとえこのシーソーゲーム、イエーイ、どうもミスチルです、センキュー、どうもありがとう、センキュー、ミスチルが来ました。さあ、今回の企画なんですけども、桜井さんのモノマネをマスターしよう。センキュー、どうもありがとう。マジで全く何も聞かされてなかったんですよ、我々。そうですよね。そうだと思ってました。僕も、昨日の夜中に LINE が来て、明日行けますかっていう急遽 LINE が来ました。軽すぎでしょ、桜井さん。どうもありがとう。今日はだから二人にミスチルをいっぱいたくさん教えてあげたいと思います。よろしくお願いします。センキュー。これ去年東京ドーム見に行ったんですけど、めちゃくちゃどうもありがとう、見に来てくれたんだ、めちゃくちゃ似てる、どうもありがとうね、半世紀のエントランス、めちゃくちゃ似てる、マジでやばい。先に言っておくと、僕の、モノマネは歌声はそこまで似ていなくて、外側のモノマネを皆さんに教えたいと思います。よろしくお願いします。絶対マスターしたい、せっかくだから、はい、いける、いけます、全部出し切ってくれる、出し切ります、全部出し切ってくれる、出し切ります、 OK、 じゃあまずはほくろ描こうか。ここに、ここに、桜井さん、これ入る、これほくろ描いたら2人入れるから、あ、じゃあいける、もちろん、サンキュー、どうもありがとう。ちょっとぐらいの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる。その意図で書いてないけど、センキュー。僕もいいですか。いいですか。どうも。もともとちょっと、ね、似てるところにあるので、これちょっと足していきますから、ね。オーケー、どうもありがとう。ミスチルできました。これでいけます。もう半分くらいもう完璧です。完璧、合ってます、3分くらいは。まずは、ミスチルあるある、桜井さんの歌い方あるあるなんですけど、歌い方もう見てもらったら分かる通り、右手にマイク、マイク、そして左手はなんか何かなんかつまんでる感じで、ちょっと塩をひとつまみしてる感じの手でこの辺りにいます。この辺り、これが基本姿勢です。確かに、こういうなんかちょっと歌うときに、あー確かに、果てしない旅路の旗に、めっちゃ似てる。これですね、この、確かにこれやるんですよ。これだ。好きな曲ありますか。じゃあ名もなき歌、名もなき、シーソーゲーム、じゃあ、はい、恋なんて言わば言えごとえこのシーソーゲーム、歌える、イエーイ。ちょっと待って、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 はい、お客さんにめちゃくちゃ歌わせるっていう、ね、これもあるあるですね、はい、これじゃあちょっと、あれはどうですか、体の動きはどうですか。体は、そうですね、腰をこうちょっとこうこの独特なこの腰の動き、これあります。恋なんていわば言えがたいこの真相が、あとそう、この歌うたんびにこの 右とか左にこう息継ぎでこう息継ぎでこうやるっていう、はい、そう息継ぎのタイミングはもう2位でいいんですか。2位で自分の、自分のタイミングでミスチル出しちゃってください。わかりました。オッケー、はい、じゃあオッケー、加藤さんの真相ゲーム聞かせてください。恋なんて言わばエゴとエゴのシーソーゲーム、歌える、イエーイ。オーケー、ちょっとなんかいいですね、ぽいぽいぽい、めちゃくちゃいいです。あとの歌えるの時もっと目ガンビラしてこの歌える、この目も大事、この目大事ですね、はい、やってるわ。でも桜井、ね、さん、あ、でもなんかちょっと前より似てると思う。やっぱりそのライブ来てるだけあってやっぱ掴んでます、はい、じゃあ大石さん、じゃあいつの日も、あ、いい曲、イノセントワールド、お願いします。
いつの日もこの胸歌える枯れてるメロディー全然似てないちょっとおじゃん全然似てないちょっと気持ち悪さが立つだいぶ気持ち悪さが違うクリスマスマシマシで、はい、違いますよねなんかちょっと違ったんですけど、うん、いつの日もこの胸に枯れてるメロディー止まるんだあとこの あそうですこのライブアレンジ伸ばすところをパッと止めるとこはいつの日もこの胸に枯れてるメロディー本当っすかこれよくやりますよ結構俺ばっかそこそこはいいつの日もこの胸に流れてるメロディそんなやってなかったけどな俺の時だいぶ合ってます、はい、あとはあの歌だけじゃなくこのライブの時の桜井さんの喋り方これはもう誰でもできると思いますめっちゃ似てる MC すっごい似てるこれ簡単なんですけどもう単語単語で区切るだけそれだけでそれだけであと2回言うっていうなんか聞かせたい時2回言うっていうそれだけでこの喋り方ができるようになりますじゃあそれでちょっとまず一旦三輪で会話してみますか加藤さん、はい、今日は朝何を食べましたか今日はみんなのためにみんなのためにスクランブルエッグをスクランブルエッグ食べたんだけどスクランブルエッグってこんなにも美味しいものなんだなって気づいたんだよねわかります、うんちょっとうまくない結構いい感じですそうだいぶいい感じ俺私生活で桜井さんの真似してるんだ実はいける、うん、普段からやってる普段からやってるいい、ね、なりたい桜井さんなりたい出し切って全部出し切って大石さんも出し切って今日朝起きて何したうん今日はX でそう2回言っておはようっておはようってぽいなんだ今ちょっとぽかったおはよう繰り返すといいですよぽいおゆさんは朝おはようって言ってそして加藤さんはスクランブルエッグを食べて、うん、食べたそんな中僕は朝起きて豚汁を作って食べましたそんな時にできた曲です聴いてくださいマシンガンぶっ放せいやなんか君マシンガンをぶっ放せシステムブラザーなんか喋ってる途中にそんな時に思って作った曲です聴いてくださいで曲振りするっていうそのライブの曲振りが曲振りもできちゃうっていう、これさえできればもうほぼミスチルは完璧です脈絡はいいんですか脈絡はこの際どうでもいいですこれが僕のミスチルのモノマネのすべて歌のモノマネはミスター社長子に任せておけばいいクソ似てるもんなあの人似すぎてるからめちゃくちゃ似てるもんね僕はもうそっちじゃない方向に行こうと思ってこうなりましたセンキューせっかくなんで1曲あ、そうです、ね、あ確かにリクエストもしあればいいですかじゃあ何かは歌いたい俺あれがいいですかあの歩き任せの声に応じた君あれ名もなき歌やっぱ名もなき歌名もなき、うん、名もなき歌で言うとその結構そのライブアレンジ強めの名もなき歌っていうのがあるんですけどいや超聞きたいいいですもうほぼ原曲のあのキーを無視してるいや聞きたいもちろんお願いしますよろしくお願いしますちょっとくらいの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる Oh, darling 君は誰真実握りしめ君が僕を疑ってるならこの喉をギュッてくれてやる Oh, darling 僕はノータレ大切なものを Again On wall 苛立つような街並みに立ったって感情を
さえもリアルに持てなくなりそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になるだろう。でも誰共に悩んだり障害を君に君にあるかも。まあの心で生きられる弱さを誰かのせいにして過ごして、あとは任せた。草の森の中でもがいてるな。Thank you。 どうもありがとう。すげえ。どうもありがとうがめちゃくちゃ出てるマジで。さくらさんありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございました。ここが似てる。これこの絵がすげえ似てるマジで。そんな感じなんですね。僕らのモノマネはどうでしたか。どうでした。そうですね、やっぱり2人とも、とても上手だと、そう思いました。さくらさんの方からお知らせもしありましたら。そうですね、今本当にツアーをやってるので、ホールツアーやってるので、よかったら、ライブに足を運んでください。どうもありがとうございます。あ、ガーリーレコーチャンネルってよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。こんな売れっ子がそんな簡単に来て、全然前日に声かけて来てくれるんですね。さあ、というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとう。ミスチルでした。